推し活はい、アイトレマンチャンネル始めていきたいと思います。6月18日日曜日。はい、えー、今日は定休日です。ということで、えま、ー、あ、ね、昨今ね、えー、誰しもね、推しがいる時代にね、えー、一億総推し、えー、推し活時代に突入している昨今ですけれども、えーね、たまたまね、この間あの、お昼のワイドショーですかね、えー、見てたら、えー、ちょうど推し活特集みたいなのをしてまして、えーまあ、その中でね、 推しに会いに行くためにねアルバイトをね週7何だったら昼も夜もやってね週8ぐらいね働いて頑張ってますとかね推しがね身につけてるねアクセサリーね一緒のものをねつけたいからって言ってね十何万円のね買いましたみたいなとかねでもともとねコミュニケーションがねコミュ力まあコミュョな女の子がね 推しとね会える会いに行けるアイドルですかね今は。でこうね推しとこうね話す時にね推しと会話がちゃんとしたいということでコミュ力をね鍛えて喋れるようになりましたというようなねコマでいらっしゃってねわ推し活ってすげえなあと思いながらもねじゃあね今ねどんな感じなのかなと思うとですねまあうちのアルバイトの子でもね推し活ね 三次元、二次元ね、いろいろいるみたいなんですけれども、まあその中でもね、あの BEFIRST っていうね、グループ、ね、スッキリから誕生したね、BEFIRST っていうグループ、えー、どれくらいすごい,すごいんかなと思ってて、ちょっとね、Wikipedia 調べたら、普通にもう紅白ね、去年出てるし、えー、YouTube のね、再生数が3,466万ぐらい回ってるんで、いやいや、もうこれ売れ切っとるやねえかというようなね、えー、感じでね、すげーねえね、ー、すげえユニットやな、とね、いうふうに。 思ったわけなんですけども、まあ、普段ねうちの子も、えーまあじまあ、自分でねコミュショコミュショってね、えー、言ってますけれども、まあ、このね推し活してるね対象の話をするときはねめちゃめちゃ目がクワッとね、えー、クワッと見開いてね、えー、生き生きねもう上手にね話がこう熱量がね全然違うんであやっぱ推し活ってすげえなーと思いながらも、まあ、これをねあの我が子との、ねえー、こう振,り振り返ってね、えー、考えますと、まあ、私もね えーまあ、時に来るね、えー、なんちゃらブーム、ね、マイブームが来た時にね、えー、こうカーッと集中してね突き詰めてある程度ね、あのー、レベルまでこう極めようとするんですまあ極めようとするというかね好き、まあ、を、ね、こう突き詰めてたらまあね中の上ぐらいまではいけるよねみたいな感じになるんですけれども、まあ、これをなんか、ねあのー、言語化したので言うと。 1>, まあえー、1万時間ね何かを1万時間やると、まあえーね、ある程度の、ねえー、人間になれますよとそういう技術を身につけられますよという、ね、1万時間の法則っていうのがありますけれども、まあ、それと似たような、まあ、それのちょっとねあの簡、ー、略版みたいな感じですけれどもこう集中してる時はねやっぱりスキルも上がりやすいしね何てったってもう好きがね強、えー、じてこうなってるんでね、まあ、集中力プラスね あの上達もね、えー、全然違いますよね、えー、ですのでねやっぱ推し活、えー、で昨今のねあの若い子、えー、学生のね、えーこうえー、ご家族で来られてね、えー、してくださったりとか、まあ、若い子がね来てくれて,てた時にね話をするんですけれどもね将来何になりたいのとかいう話をすると結構ね決まってる子がねもうはっきりした明確な目標これになりたい。 っていうのが決まってるだけじゃなくて、昔だったらね、プロ野球に、えー、プロ野球選手になりたいとかね、えー、なんかそういう、なんかちょっと抽象的なね、えー、話があったと思うんですけども、今の子は、これになりたいってなったら、じゃあそれになるためにはね、えー、なるために最短の、えー、道順、えー、はどうなってんのかっていうのを自分で調べて、まあ、それに向かってもうねあの、ゴール、ゴールが決まってて、それにもうこう、わーっとね、突き進んでる。 ようなパターンがね結構、えー、多いなというのを感じるんでまあ逆に言ったら、まあ、それがねダメだった時の挫折感というかねこうポキッと折れちゃうのも心配だなとは思いながらもいや最短距離でいけるなと思ってね、えー、そもそも小学生とかね、えー、小学生とかで、えー、もう将来になりたいものが決まってるっていうのはねもうすごいなと思いますし、えー、まあうちのねあのお客さんであってね、えー、今ねあのプロのね、えー 小説家になられているね、赤井祭先生も小学校の頃からね小説をね書き始めたとおっしゃっておりましたし昔だったらですね、まあ、漫画とかね小説とかっていうのはまあこういう週刊誌とかでねんたら大賞とかね、まあ、そういうなんかあれに応募してその編集者の人の、まあ、に認められないとなれなかったわけなんですけれども狭き門だったんですけれども今はまあこういうネットとかでねあの読者 に直接選んでもらって、で、ランキングが決まっちゃうわけなんで、もう直接ね、あのー、もう視聴者が、えー、まあ、えーね、ね、えー、いいものっていうのがバンと出てくるわけなんで、じゃあ、それをずっとランキング上位にいる人をデビューさせようとかね、まあ、そういうふうになんかもう、えー、すごく合理的というかね、えー、もうなんかヒット、ね、えー、ヒットして、するだろうっていうね、ハズレがないようなね、あのビジネスモデルというかね、あの仕組みが出来上がってるので、 まあ本当に、ね、ネットがある今っていうのは、ね、年齢関係なくねバズれるし、えー、本当に好きをね、えー、突き詰めてそれをねマネタイズできる仕組みになってる時代になってるのであの、まあ、下積みっちったらあれやけど不毛な下積み無駄な下積み、えー、みたいなねのは必要ないなっていうようなね時代になってるなて本当に最短距離でいけるなっていうね、えー、いうふうに。 な時代になってるなっていうのをねしみじみ思いますという感じですね。はいというわけでね、まあ、結構ね今 Z 世代がどうだこうだね一方で若いモンアル論争をね聞いたりするんですけれどもね、えー、なんか昔のねあの歴史の書物読んだらね何千年前からもね今の若い子はみたいなね話があるとかいうのをね発見されてるそうなのでまあ一応の時代も上のね年,年配の方からしたら今の若い子はみたいなね なるんでででしょううけどもねね最近で言うとです、ね、ちょっと前は、ね、ゆとり世代はあかんって言われてたけど逆に今ゆとり世代の、ね、評価が上がって、えー、上の、ねあのー、もう我慢強い昭和、えーね、スタイルの気持ちも分かるし、えー、下の、ねえー、気持ちも分かるし IT スキルもあるしみたいな感じで、ね、一番柔軟性があって、ね、いいんじゃねえかみたいな、ね、論評もあるから、えー、その時の、ね、評価っていうのはなんか一過性に過ぎないなっていうのを、ね、つくづく。 えー、思いますよねもう,もうゆとり世代なんか全然使えねえみたいなね論調とかありましたけども今となっちゃうゆとり世代が一番ねあのバランスよくていいんじゃねえかっていうようなね、えー、意見もありますのでねじゃあ NZ 世代が、えーまあ、3040になった時にね、まあ、どんな姿になってるかっていうのは、まあ、逆の意味でね 楽しみだしまあその今を生きてるのはまあその Z 世代なわけなのであのその Z 世代のやり方っていうのは意外と正しかったりするよっていうのをねこの間、えー、同世代のね、まあ、偉い人に教えてもらいましたけれどもねあそうあそうだねという感じにねちょっと腑に落ちたんですけれどもねえー、まあ、ね、若い子のやり方っていうのはね、えー、まあ、えー、かなりねあの <laughs> あの理にかなってたりする、ねえー、パターンも多いよっていうのを、ね、教えてもらいました。はい。はい、というわけでね,、まあ、ね、うだうだ言ってまいりましたけれどもね、推し活の力っていうのはね、やっぱすごいなとね、えー、思いました。で私もね、まあ、ワンオクロック好きなんでね、えー、コンサートあるときはね、行くし、まあね、えー、コルチャンのね、3年間っていうのは、あまあ、昼間ね、弁当を売りながらね、まあ、睡眠時間削りながらね、 足し、えー、算のね、K、え、だ、ー、言ってね、えー眠、眠たい目をこすりながらね、朝、ああ、きちいなと思いながらもね、クの曲をね、ガンガン流しながらね、仕込みしてたら、頑張れましたよとかね、えー、ちょっとね、コロちゃん落ち着いて、えー、コンサートにね、次行けるまで頑張るぞと、生き残るぞというね、気持ちでやってましたので、まあ、そういうね、好きっていうものとかね、えー、推しっていうのはね、えーまあ、エネルギー、ね、元気を湧く。 えね、いただけるものなのなであやっぱりね、あの推しって大事だなっていうのをね、改めてちょっとね、若い子の推し活とかね、まあ、そのメディアのね、ワイドショーの、えー、推し活のね、特注見てね、えー、思ったお話でした。ただね、あのー、金額がね、ちょっとね、桁がね、違ってきてるんで、まあその TikTok とかね、まあ、YouTube とかでもね、あの投げ銭、ね、制度、機能がありますけれども、それでも結構なね、金額が飛んでるし、 でまあ、実際ねあの推しに貢ぐみたいな感じの話を聞いてるとそのね金額はね本当にそにメジャーな子じゃなくてもねあのすげえあのインディーズなね、えー、コナムにね、えー、結構な金額をね貢、えー、いでもらってたりとかね投げ銭してもらってたりするのでちょっとねなんか金額バグってきてるからあのなんかちょっと間違えたらねあの昔のねあのホストに貢ぐ風俗嬢みたいなね えー、ホストにね自分の推しね、えー、ホストにナンバーワンになってほしいから、えー、自分はねあの風俗で稼ぐよとみたいなね、まあ、ちょっと一番ダメなパターンに、ねえー、なったら怖いなというのはありますけれども、えー、ただまあそのねいい塩梅でまで、あ、自分の、ねえー、できる範囲で、えー、推しを、ね、応援するという行為っていうのはね、えー、なんかこうプラスの感情というかね、えー、元気がこうねこう頑張ってこう。 えー、推しのために頑張るから、えー、仕事も頑張ろうとかね、かつ、あへの活力になってる感じがしますので、えー、まあね、あの自分の、えー、使える、ね、お小遣いの範囲内でやる推し活っていうのはね、まあ、非常にいいことなんじゃないかなと思いながらも、ちょっとね、単価がね、えー、アホみたいに高いんでね、高くなってきてるので、えー、ちょっとなんか気づいた時にね、まあ、推し活っていうのもね、いつか冷める時がね、えー、来たりとか、まあ、その、 一時のね、ピークを100としたら、まあ80、まあ、好きは好きやけど、まあ60ぐらいまでね、落ちる落ちたりするのはね、世の常ですから、まあその時になってね、あっ、お、えー、しにみつぎすぎて、えー、すっからかんやっていう状態ではね次何も,な何もね、できなくなっちゃうし、まあ老後って言ったらあれですけどね、<laughs> とっとかんにはいけんかったらね、金まで使ってしまうたら、ね、元も子もないので、まあね、ご利用は計画的に,的にというね、えー、某金、ね、融。 会社のね、CM がね、すべてを言い表してるんじゃないかなというふうに思いましたというお話でございました。はい。えー、というわけでね、最近ちょっとね、自分自身もね、なんかこう、ハマることはないので、えー、ちょっとね、あのー、ね、推しがいる人たち、羨ましいなと思いながらね、見てたりするし、街のね、えー、バイトの子もね、わー、いいなと、なんか楽しそうやなと思いながらね、 え見てるんですけれども、えー、ちょっとね、私もなんかハマるもんがね、くわーっともうね、あのー、何もかも忘れてね、ハ、え、マ、ー、れるものがね、できたらいいなと思う今日この頃でございますという感じですね。はい、えー、というわけで、えー、今日はね、もうちょっとね、あのー、不眠症はね、きつかったんで、えー、ちょっと散歩をしようと。<laughs> 散歩してね、ずっとね、えー、海峡館、カラトンね、えーからとねえー、水族館ですね、あそこら辺ぐるーっと回ってたら、 まあ昔ねあの関門地域ね最速でポケモン GO のね、えー、ポケモンマスターに、ね、なった時代に散々ね、えーまあ、毎日ね歩いてたね、えー、道のり風景なんですけれどもふとこうね、えー、上を見たらねああ海峡館ってクジラの形してんなーっていうのをね気づいてまあなんかねその,その時々のね、えー、感情とかね、えーまあ、感覚とかね まあその時のね、状態によってね、まあ、その見えるものが、ね、変わってくるんだなっていうのをね、ちょっとふと思いましてね、あたまには歩いて見るのもいいなと思いながらね、えー、ちょっと、えー、不眠症ね、解消を,をスタート、ね、しておりますという感じですね。はい、えー、まあね、あのー、腸活等でね、まあ、内臓系はね、めちゃめちゃ元気になったんだね、あとはね、あのー、ぐっすり寝れたらね、えー、40、今年4歳になりますけどね、えー、44歳とは思えないぐらいね、 会長のねえー、体になってもっと動けると思いますのでね、えー、ちょっとね、脱不眠症ということでね、今日も、えー、Amazon 様でね、あのー、なんか結構高い枕をね、<laughs> こう、ポチッとね、あの不眠症、えー、無呼吸症候群にどうですかみたいなやつをね、ポチりましたけどね、えーまあ、そういう感じでございました。というわけでチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。終わります。